金箔製造、販売の白一、金沢市は22日、本店隣にある白匠館2階に、金沢箔を使った上質な工芸品を扱う、創造工芸ギャラリーを整備し、取引先など関係者に公開した。23日にオープンする同ギャラリーはフロア面積約200平方メートルで、5万から350万円、税抜きまでの屏風や掛け軸、航路、 飾り皿など高級白工芸品約100点を展示、販売する。ン派やノー派などの名画をモチーフにした作品や現代アートの作品があり、見るだけでも楽しめるスペースになっている。朝野達也社長は、最近、日本人だけでなく外国人のお客さんも含めて、本当にいいものが欲しいという人が増えている。上質な工芸品を揃えることで、 白の魅力をさらに深く知ってほしいと話している。白市では1997年に建築した白卓宮方のリニューアルを3億から4億円かけて進めていて、来年4月に地下1階から4階まで全館オープンの予定だ。